はいどうもこんにちは、久光です。お疲れ様です。前回ですね、僕の日本一周の全データが入ったハードディスクがぶっ壊れるという動画を出したんですけども、あれからですね、いろいろコメントとかツイッターの DM とかもいただきまして、いろんな方からね、元気出せよって励ましのメッセージをもらいましてですね、本当にありがとうございます。いつの日かですね、データを取り戻せるようにこれから頑張っていきたいと思います。で、今ですね、仕事の撮影の方で関西の方に来ているんですけども、もう少しで旅が再開できるので、お待ちいただければと思います。あれからまたですね、いろんなものがぶっ壊れましてですね、そちらを紹介していきたいと思います。まずですね、こちらの、3万ミリアンペアのiPhone が10回充電できるというね、大容量のバッテリーがですね、ぶっ壊れましてですね、この4つの穴から充電ができるんですが、この4つの穴全部給電できなくなりました。はい、さよならでございます。あとはですね、旅の始まってからずっと愛用していたこのベルトもですね、この金属の部分が取れるということになりましてね、こちらもはい、ぶっ壊れました。そして極めつけはこれですね、1年以上愛用している K&F コンセプトさんのカメラバッグがですね、チャックがね、ベロンベロンになってね、あと本体のメインの方もね、チャックがはい、こんな感じでぶっ壊れてしまいました。まあ日本も半周ぐらいするとですね、いろんなものがぶっ壊れてきて、まあいろんなものを買い替えたりとかね、そういう時期に来てるのかなという感じでございます。はい、さて今回なんですけども、これから日本一周する人とか、今日本一周してる人とかは、旅をしてる人必ず見てほしい内容となっておりまして、というのは旅中のデータ管理のお話なんですね。で、ちょっと前回のおさらいになるんですけど、僕2TB のハードディスク1個使ってて、それを1個だけに全部の写真を突っ込んでいたら、そのデータが全部ぶっ壊れるってことがあったんですよ。で、その本当に日本一周ってその時しか撮れない出来事とか出会った人とかがたくさんいて、そういうのが全部なくなってしまうということで、なんか思い出が消えてしまうっていうね、悲しいことになりました。で、あれからですね、怒り狂っていろんなところを調べまくってですね、最強のハードディスクを今回購入しました。それがですね、今持っているこちらになりますね。センチュリーさんから出ているイネオというハードディスクですね。容量が 2TB になります。防塵防滴を採用するポータブルハードディスク、6方向の対衝撃バンパーとシリコンフレームによって内蔵ハードディスクをしっかり保護するという、水にビショッと濡れたとしても落としたりしても全然大丈夫な、めちゃめちゃ頑丈なハードディスクを購入しました。ちょっと外観見ていきましょうか。こんな感じでね、イネオって書いてあって、素材は金属っぽい感じのしっかりした作りになっていて、後ろ側はこのシリコンで覆われてます。このシリコンのガードが 6箇所についているので、結構落としたりとかしても大丈夫そうな頑丈な作りですね。で、僕1個だけ勘違いしていて、この差し込み口がね、 USB Type-C だったんですよ。僕の MacBook って Type-C させないので、 USB Type-C を普通の USB に変換するアダプターを別売りで購入しました。で、一応これ Windows 用に最初はフォーマットされているので、Mac の方で変換をすれば全然 Mac でも使えるので、こんな感じで挿して使うという感じですね。こんな感じでですね、新しいハードディスクを購入しましたので、これからの日本一周はデータをこれに突っ込んで保存していきたいと思います。でね、これはね、今日本一周してる人とか、これから旅を考えてる人とかね、もうぜひとも、自分自身の失敗も込めて言いたいことなんですけど、必ずね、バックアップがあった方がいいです。で、バックアップの方法も、例えば Google フォトとか Google ドライブとかクラウドに保存するパターンもありますし、あとは物理的にハードディスクを2個持つっていう方法があると思います。で、僕お金がなくてバックアップ取ってなかったんですけど、ちょっと今回のことがあったので Google ドライブのですね、拡張をしまして、2021年4月1日時点の話なんですけど、Google ドライブの拡張で、月額1300円で 2TB までのクラウドが使えるっていうサービスを、課金をしました。で、取ったデータとかはそのハードディスクに突っ込むと同時にそのクラウドにも保存するようにして、ダブルバックアップでやっていこうと思います。
はい、そんな感じでですね、今回新しいハードディスク買ったよっていうところになるんですけども、本当に旅をする皆さん、本当にデータが飛ぶと悲しいことになりますので、もし今ハードディスク1個だけとかで保存されてる方とかもしいましたら、必ずね、必ずバックアップを取って、大切な日本一のデータが失うことがないようにしていただければなと思いますので、はい、皆さんデータはしっかりと保存していきましょうはい、そんな感じで今日は終わりたいと思います。ね、4月のね上旬くらいから日本一那覇から再開しようと思ってますので、また応援していただけると幸いです。はい、それでは今回はこんな感じで、じゃあねー。